吉田さん、R34、いいっすね。羨ましいですね。やっぱりね、私の場合はね、R34 が価格が上がってきてから R34 がすごくね、貴重な車に見えてきましたね。まあでも基本的にデザインとか、走行性とか、その R34 にかけられたストーリーとか、私にとってはそこまで価値高くないんですよ。残念ながら。まあけどね、社会的に価値が高まっていくのだけはわかります。私が個人的に高い興味がないだけでね。私はどちらかというとね、Y33 シーマとかセドリックとかグロリア、あの丸目4と、あの辺が好きなんですよね。で、これもね、結構ね、玉が少なくなってるんですよ。でも値段あんまり上がってないです。せいぜいね、150万とか200万程度です。まあ、ですんで、私が決断すれば今日中に買えるようなものばっかりですね。まあそうするとね、まあ今度でいっかって思っちゃうんですよ。ナイト2000はね、あの時買わなかったら、もう二度と手に入んないかもしれないみたいなね。価格が高いし出玉がないんで、どうしても欲しくなりました。 R34 ってそういえば最初の玉数少なかったんじゃないですかね。その上でプレミアムになってきたから、すごい高騰してるんですよね。やっぱ R34 じゃないけど、33とか35とかってちょっと外したやつも割と人気ですからね、まあ、吉田さん良かったんじゃないですか。で、まあ車は本当にね、偶然価値が上がったり、暗号通貨もそうですよね。その価値を見抜けるみたいなね、自己肯定感に入りがちですけども、はっきり言って偶然ですからね、そんなもんね。そんなね、難しいものが見分けれるぐらいだったら、ビジネスの方がもっともっと簡単ですから、ビジネスもっとうまくいくはずなんですよ。だから吉田さんが言うように、まずは自分の価値を高めていくこと。じゃあ自分の価値を高めるって何って、トークスキルとかね、人前に出れるとかね、 YouTube 量産できるとか、ブログが書けるとか、ライティングのスキルとか、セールスできるとか、そういうことだと思います。私はもはや15分でセールしてくださいって言ったら、15分でセールするためのトークもできるし、2時間かけてセールしてくださいって言ったら、2時間かけてストーリーを語って、最後の15分ぐらいで圧倒的なセールスをね、かけていくこともできますし、まあ本当にね、1分でセールしろって言ったら、訪問販売なんて1分のセールスですからね。出会ってこんにちはって言ってね、で1分後にはもう契約取ってるわけですから、だからあらゆる販売形態に私もね、結構耐えるかなと思うんですよ。で、商品がどんなものであろうとも、そこから価値を見出して、それをお客様に伝えていくっていうかね。で、普通の人だったら見えないところの価値を引き出して、実はこうなんですよっていうふうにね、お伝えすることができる。商品の魅力を最大限に引き出すことができるのも、営業マンでありセールスマンの一つの特徴かと思うんですよ。それからね、私思うのが、実はね、2019年か、私500万ぐらい損してるんですよ、一発の案件で。その他にもいろいろ損しましたけども、とりあえず500万の損は全然耐えれました。損したみたいな感じですよね。畜生みたいな感じでね。次こ次みたいな。で、今年は600万の損失を覚悟しながら、結局損失出なかったやつがあるんですよ。だからそういうふうに、なんかある意味ね、投資ってゼロか倍かっていう勝負なんですよ、常に。だから、なくなっても当然なんですよね。で、増えたらラッキーなんですよ。そんなところに来ましたね、私はね。だからこそ余剰資金でやりますし、ポートフォリオはみんな違うんで、私のやる通りにやれば投資ってのはうまくいくってものではないと。ただ基本はすごく大事なんで、基本は徹底的に伝えていこうかなと思いますね。その基本っていうのは私4原則に絞りまして、一体いつまでにいくら稼ぎたいのかってことが2つの原則。そして残る2つの原則っていうのは、いくらまでだったらお金が出せるのか。そして4つ目がですね、どこまでの損失だったら涼しい顔で耐えれるのかってことですよね。私はだから、いくら損しても大丈夫みたいなのは、まあこの今で言うとね、5、600万だったらいくら損しても大丈夫、その勝負だったらいつでもできるみたいなところまで来ましたね。で、資金量、資産量が増えていって、それにつれて勇気が出てくるんですよ、度胸が。そうなってくると、もっともっとね、大きなリスク、例えば1000万のリスクを背負って勝負ができるかもしれないですね、2000万を狙って。で、リスクリワードっていうのが、私3対1で設定しますんで、全てのことに対して。3000万を取りに行くときに1000万の経費がかかるんだったら、ゴーサインかなと思うんですよ、まあ、ただ実際そういうのはね、そんなチャンスはめったにないんでやらないですけどね。はい、それでね、やっぱ言えることは、私は麻雀店で10人がかりの従業員でね、本当に年間で3000万とか4000万がやっとでした、売り上げ、でも今はたった一人で、本当数週間で億っていう金額が作れたりするんですよ。でもこれもいつもやっちゃうと効果が薄れるんで、ここぞという時にもう集中的に大馬力でやるぐらいですけどね。そんな感じで、やっぱりね、振り返ってみると、確かに私は売り上げれる金額変わったなと思いました。麻雀店の頃は300円とか400円が1回の売り上げでしたけどもね。でも自己アフィリエイトやって、
1回でね2万円とか20万とかっていうの売り上げるようになって、そして一つのコンテンツで100万みたいなところも来てね、でついには1000万っていうところも来ました。で奥に手がかかったのがまあ今なんですよね。もうそういうふうに外側から見ると外見は何も変わらない普通の人間です。どんどん年老いていくだけですよ。白髪が増えたりね、髪の毛が後退したりね。でも中身っていうのは時間が経つごとに進化するしかないんじゃないかなと思うんですよ、それなりのことやってれば。だから年を取って価値がなくなるとかね、この年齢で雇ってくれるところがなくなるっていうのは、その年齢に応じたことをやってなかった人の言葉なのかもしれないですね。そう思うと私もちょっとね焦ってやらないといけないなという気にもなります。皆さん捉え方はそれぞれだと思いますけども、私は年齢に応じたやっぱりこう立ち位置があるのかなと思いますし、年齢に応じた背中ってものがね見せれないといけないなと自分に課してますけどね。